はい、どうも、ジュです。今回もスプラトゥーン3バトルモードをやっていきたいと思います。さあ、今回は96ガロンデコを使ってバンカラマッチのガチアグラやっていきたいと思います。さあ、ということで今回もバトル中の BGM を変えるんですが、今回はまあマリオカード8デラックスにしようかなとも思ってたんですが、ちょっと何回もやると飽きるので、今回は星のカービィ Wii デラックスの BGM にしたいと思います。そう、俺、星のカービィ Wii デラックスもね、完全クリアまでしましたので、まだ見ていない方は、ぜひぜひ見てほしいんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、じゃあ早速バトル始めていきましょう。さあ、1戦目やっていきましょう。よし、じゃあ頑張っていきましょうか。サブとスペは何だったっけ？シールドと帝王イカ。シールドと帝王イカなので、まあ、帝王イカでこれも、上に乗せばいいじゃないですか、これ。まあ、これ、実はこれ、次のアップデート、まあ、今撮ってるのに3月30日なんですけど、まあ、でもね、次、帝王イカが弱体化するらしい。なんで、今のうちに暴れておきたいと思います。まあ、不動じゃなければ、あっちなのか。こうやって帝王イカをやってれば、こんな風にできるんだよ。すごくね。ああ、もっと戻ってきた。OK、だいぶ出てきた。一まる。カメラがカバーしてくれるかというと、別の問題が巻きそうなんですね。だって、あえて言われて、一旦まず相手を切り込むとね、怖いです。だって、これ以上含まれたら大変だ。なあ、一瞬だけ奪えたんだよな。だって、一体何の数字なんでしょうか。ダメージ数じゃないんだよね。まあもう一つある導入ダウンとか、あれは50ダメージ入るから、あの導入ダウンなんですけど、96ガロンは何なんだろう。よく分かりませんけどね。どこに乗った。これが通信エラーで、ね、これもう負け扱いになったら終わる。さて、背後を取られた。カバーを進んで
オッケー、勝ったー。よーし。ということで、はい。ノックアウト勝利。まあ、途中負けそうかなと思ってたけど、こうすれば楽に勝てるんだね。はい。ということで、無事一戦目は勝つことができました。まあ、相手が一人消えただけなんだけどね。はい。8ポイントゲット。はい。今日初めてウィン。これ、何気に今日初めて遊ぶんだよね。よーし、じゃあ次の試合行きましょう。さあ、2戦目行きましょう。続いても、やがら市場。はい、じゃあ頑張っていきましょう。もうまず行きますよ。次も。ほらコラボにやられたんだけど、だって1ポイントだけは絶対に取れるぞって。あー、もうまた待て、このままじゃやられるぞ。ナイス、危ない。あー、うわー、あ、カウントリードされたしかも。まず今のスキルで生きてないよ。でもまだ足りないな。奇跡は諦めないやつの頭上にしか降りてこない。以上だ。こりゃ
もう何がどうなってんの。帰ろう。まずいか。負けた。畜生、もうちょっとで勝ってたのにな。案外勝てなかったな、これ。82カウントと88カウント。もう途中まで勝ってたと思ってんよ、ほんとに。まあ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 、これはね、もう許容範囲ということで。さて、2戦目は負けてしまいました。920ポイント。これでも。マイナス4。そう、負けるとマイナス4なんだよね。これでも結構痛いんだよ。よーし、ということで、じゃあ次の試合行きましょう。さあ、第3試合行きましょう。続いては、ゴンズイチク。よーし、じゃあ、協力すべて頑張っていきましょうか。これは。ということで、レッツラゴー。あなたはしかもこんなアップにしたら。
安かったか。一時期待にも気にされてる機会。たまたま地震級が落ちたの。ああ、めちゃくちゃ捉えられそうだぞ。もう。待って、なぜかリッターがいなくなった。オッケー。勝ったわ。なぜかリッターがいなくなるって、ちょっとよくわからない状況が起きたんですけど、いいんです。勝てば俺は何でもいい。はい。ということで勝ちました。素晴らしいね、これは。はい、905ポイント。4キル10です。はい。いやー、勝った分の報酬はマジで美味しい。まあ、俺が一番デスしてるか。キルも全然してないな。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。多分、次の動画が、多分フェスの動画になると思うので、はい。いや、もうこれ撮ってるのが3月30日なんで、ひょっとしたらもうフェスの後にこの動画が出ると思いますが、そこのところはご了承ください。はい。ということで、じゃあ今後もバトルモードをやっていきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録はまだの方はぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。